こんにちは。センターシーラルのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第39回を始めたいと思います。よろしくお願いします。さて、これはですね、GitHub に一周を立てました。あと前回この後参照型ですね。参照型をやる上で、なんか課題になりそうなものみたいなものを、画像、写真で撮っておいたので、で、それを載せてあります。で、これを見ながら、ちょこっとだけ振り返って、で、実際の作業に入ろうかなと。で、大きなポイントは、まず、その、オブジェクトリファレンスをどうやって実現するかですね。C のソースコードでどうやって実現するかっていうのがポイントになると。で、あと、クラスのその継承を、どうやって実現するか。ベースタイプの実現方法とか、コンストラクタとか、ニュースロットオーバーライドとか、バーチャルとかオーバーライドをどう実現するか。それから、スタティックとか、あるいはボディを持たないスタティックエクスタンですね。これとか、あとファイナライザーですね。それから、クラスに実装されたインターフェースですね。インターフェースタイプをどうハンドリングするか。そして、それはクラスとインターフェース、要するに型の側面なんですけど、その他に、GC ですね。コレクション、コレクトする、要するに不要メモリを解放するっていう操作、それから、GC にもう一個は、コンパクションですね。メモリの断片化を防ぐために、メモリのコンパクションをする、あるいはしないかみたいな話があり、全く GC を動かさない方法として、そもそも GC を、全然実装しない。だから解放するタイミングもないって話なんですけど、そういう方法で、検証の道具にするっていう方法、それから、コムみたいに、リファレンスカウントを実装すると、これもね、解放のタイミングどうするかって問題はありますけど、こういうリファレンスカウント方式を採用するかみたいな話ですね。で、ちなみにリファレンスカウントはね、構造が多分割と簡単になる。ちょっとやっぱりリリースのタイミングをどう実現するかっていうのはありますけどね。なんかそんな方法があります。一例としてシステム URI っていうクラスを挙げましたけど、これはシステムオブジェクトから継承してますよと。で、ポイントとしてそういうクラスをニューする。っていうのが EL 上でどう実現されるかとか、オーバーライドした場合に、どんな、メソッドの呼び出しですね、ニュースロットと、バーチャルのオーバーライドがどう違うのかみたいな、そんな話を、しました。で、目先なんですけど、バリュータイプを、実現したので、クラスってバリュータイプと似てはいますよね。メンバーを持ちます。そしてメンバーのその種類についても、大体似ている。継承されないので、基本的には。オブジェクトからしか継承しないので、バーチャルとかオーバーライドとかどういう風になるのかとか、ニュースロットとかいうのは、強いて言うならシステムオブジェクトのメンバーに対して発生する可能性あるけど、基本的には、すぐには考えなくても済むだろうと。で、スタディカもやってますよね。で、あと強いて言うとコンストラクターは、どうなんだとか、ベースタイプは今までバリュータイプを扱ってても、システムバリュータイプかな。から継承してるってことはあえて無視して実装してましたけど、今のところ困ってないっていうようなことがあり、あとファイナライザーは実際にね、GC を解放するタイミングをどうするかっていう時に多分一緒に考えるべき話、インターフェースは今のところそのバリュータイプに対しても発生する可能性はあるんですけど、後から考えても同じかなと。強いて言うなら、そのクラスの方をどう実現するかっていうのを考えれば、多分バリュータイプの方も、なんかわかるかな、みたいな。いうことで、バリュータイプを、この現状の実装をもとに、それを最小限の形で、リファレンスタイプとして、リファレンスタイプの実装としてやってみたら、まずはなんかどんな課題がそこにあるのか、
っていうことが見えると思います。バリュータイプ の、 あのやり方をそのままあの真似た場合に問題になりそうなのは GC ですね。バリュータイプは GC 全然関係ない状態にあるので、まあ、そこにその実際にバリュータイプのやり方を模倣した上で、GC をそこにあの GC の機能を取り込むためにはどうしたらいいかみたいな課題がなんかちょっと見えてくるんじゃないかなと。まあもうちょっと言うならバリュータイプの、マネージ参照と呼んでいたものバイレフですね。バイレフあれとそのオブジェクトリファレンスとはどう違うのかみたいなことが、まあ、実装上 C のソースコードに落ちたあの状態でどう違うのかっていうことをあの考えていけばいいかなと。まあ、まずそこを出発点にするのがあのいろいろその課題が浮き彫りになってきていいんじゃないかなと。まあ、今あのいろいろ考えても実現可能なのかどうかとかわからないので、であのそういうなんか理論の話ばかりしてずっとつまんないんでなんで、まあ、そんな感じでちょっとずつ進めたいなというふうに思いますと。はい、ということで、どうやってやりますかね。まずじゃあ、例によってそのサンプルとなるコードを C で書いて、まあ、要するにあのクラスですね。クラスを宣言してそのクラスを入してメンバーを呼び出すかフィールドを参照するみたいなそういうサンプルコードを作って、そいつをアイルスパイで見てみてそのバリュータイプとどう違うのかっていうのを確認していきますか。で、まあそうすればまあ対応しなければいけないオペコードとかアウトコードとか、まあそういうものがあの分かってくるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとロードに時間がかかるのでしばしお待ちください。来るかな。はい、いいですかね。では例によってこの IL2C テストターゲットですね、これの、あの、ホゲ3、ホゲ3に、バリュータイプのテストコードを書いたんですけど、まあ、これをね、ほとんどそのまま、あの、クラスに移植するような形で作りましょうか。そうすると、あの、対比ができるようになると思います。ホゲ3ではなくて、まあ、順当に4にしましょうかね。まあ、なんか、そうそう、名前を変えた方がいいかな。ちょっとあれですね、ホゲ4ではいくらでも。じゃあ、クラスタイプテストみたいな感じでちょっと、ファイル名を変えておきます。それからこっちかな、あれ、これとこれとこれ、あ、なんか変な風に変わっちゃいましたねこっちがバリュータイプですね。タイプテスト、リファクタリングしないってやっとけばいいですね。で、ちょっとこれの中身が変なことになっちゃったんで直します。これがバリュータイプテストですね。あ、いいか。それから、こいつがいかんですね。バリュータイプテストターゲット。ちょっとまあなんか相変わらずですけど、なんか変えておきます。こんな感じですね。で、まあこれと対照的になる感じで、クラスタイプテストと、クラスタイプテストタイプ。バリュータイプテスト、あ、ターゲットだって。クラスタイプテストターゲットですね。こんな感じでいいかな。はい。それで、何が違うかというと、で、これですね。こいつがクラスになります。こんな感じで。
まあなんかシールとかアブストラクトとか、あるなんていうんですか、スコープの指定とかあるんですけど、まあとりあえず何もなしで単なるパブリックなクラスという感じでこういうな風に宣言しますと。でただ後の要素は全部構造体と一緒ってことにしておきますね。こうしとけば出力さ、されるその IL を見て何がどう違うのかっていうのがなんかわかるかなというふうに思います。まあこっちのテストというか呼び出し元の方ですね、こっちはまあなんか前からクラスでやっていたので、まあこっちは変わらずですね。はい、ではこれをビルドします。はい、出ました。では、IL スパイで見てみましょう。ですね、ちょっと分かりにくいか。まあ、バリュータイプテストの方はいいですね。クラスタイプテストの方ですね。呼び出し元の方が興味深いか。こっちから見ますかね。はい、テスト4、これ何だったかというと、クラスタイプテストターゲットを入して、で、フィールドを、入した後、フィールドに456という値を代入すると。で、まあ、そのフィールドの値を得るですね。ちょっとかなり、省略、IL スパイが、簡略化して表示しているので、どうするかね、この辺全部外しとくかな。マリアルームでワックシンボル、はい。あ、ダメですね。まあ、元のソースコードと対比した方がいいかな。元のコードは、呼び出し元はこれですね。クラスタイプテストターゲットというクラスですね。クラスを入します。そして、それローカル変数を OG3 に入れた後、それのメンバー、フィールドに456を代入し、そのメンバーフィールドの値を返すと。まあちょっとバカバカしいコードではありますけど、ここに含まれている要素としては、クラスを入しているということ、それからそのクラスのオブジェクトリファレンスを参照しながらそのメンバーのフィールドに値を出したり入れたりしているというところがポイントですね。はい、これがじゃあ IL 的にどうなるかというとこうなると、まず入しているところですね。これ new object というオープコードがあります。これまだサポートしてないですね。で対象の型ではないか、コンストラクターですね。その対象とするその入したいクラスのコンストラクターを指定しています。どのコンストラクターを呼び出すかってことですね。つまりコンストラクターはオーバーロードを複数用意できますね。例えばデフォルトコンストラクター、これみたいに引数を取らないやつとか、引数を N 個取る、その N 個の種類もなんか型の組み合わせによって違うものであれば、いくつか同時に宣言できると。そうするとその一言でそのクラスのインスタンスを new で生成するといっても、どのコンストラクターを呼び出すかっていうことで違いがあるわけですよね。なので、ここのその new object というオープコードのオペランドにはどのコンストラクターを、呼び出すかということを指定するわけですね。これコンストラクターインフォに相当する多分トークンが指定されるみたいな、そういうイメージだと思います。で、その後、stlock とか ldlock とか、まあ今までやってきたものとまあ馴染みありますよね。これ多分 new object すると、これのインスタンスが生成されてスタックにそのオブジェクトリファレンスが多分積まれてる。でそれを stlock0 で、ローカル変数領域0に格納する、ここですね、これに格納する。でこれ見てみるとクラスのIL 通信テストターゲット、クラスタイプテストターゲットと書いてあるので、まあ参照型としてクラスタイプテストターゲットの型の参照がここに、格納されますよということですね。stlock0 で格納される。で、ldlock0 でもう一回これを取り出す。
僕らの今現状のその IL2C のコードは ST ロックも LD ロックもサポートしてるんですけど、だけど、オブジェクトリファレンスを扱うのは初めてなので、なのでこの辺は既存のコードをなんか改造する必要があるかもしれないですね。で、あと、LDC Ion、LDC Ion ですね。これはまあ、今まで通り456っていうのをスタックにプッシュする。それから ST フィールドは、ここで指定、オペランドで指定したフィールドに値を格納すると。ここも ST フィールドは、バリュータイプの時にやってはいるんですけど、ここに指定するフィールド、これは、クラスのフィールドが指定されてますね。で、フィールドの扱いはそのフィールドのトークンを指定するってことで、まあ、全然変わらないと思うんですが、多分 ST フィールドをその C のコードに変換するときに、その対象となるインスタンス、要するにスタックに積まれてることを想定してるこれですね、これがスタックに積んでいる値がやっぱりオブジェクト参照なので、なのでオブジェクト参照を扱えるように多分 C のソースコードとして成立するように変換する必要があります。で、あと、ST フィールドで格納して、それからロードロックで、フィールドですね、フィールドに値を格納します。それからロードロック0でまたこれのインスタンスの参照を、スタックにプッシュし、今度はロードフィールドですね、フィールドの、ここで指定したフィールドの値をから値を取ってくる、そしてスタックにプッシュする、ここも一緒ですね、オブジェクトリファレンスに対して、操作が成立するような C のソースコードを出力する必要があると。で、これで、ここのバリュー2の値をスタックに積んだら、そいつを HT61 で例によってこの無名の あのフィールドに一旦格納して、で、すぐ下にジャンプして、それをもう一度取り出して、で、リターンすると。なので、最終的にこのメソッドの戻り値として、その、このバリュー2の値が返されるということで、まあ、こう、目で強みしても、まあ、C シャープのソースコード通りになってる感じですよね。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど。はい。ということで、これを、バリュータイプテストの方と比較してみましょうか。型の種類が違うだけですね。バリュータイプかクラスかってことですね。これで比較します。こんな感じかな。はい。最初のこの辺が違いますね。あとは大体一緒かな。その、ここら辺で指定している型が違う、トークンの型が違うというだけで、あとは一緒かな。ですね。こっちのバリュータイプでやってる方は、ロードロック A で、この、フィールド、あ、じゃない、ローカル変数ですね。ローカル変数のアドレスを、スタックにプッシュした後、そこをイニットオブジェするみたいな感じ。なってます。バリュータイプは、まあ、もう皆さん知ってるとは思いますけど、ヒープにメモリを確保して、でそのインスタンスを生成したことにするんではなくて、ローカル変数領域ですね。これは実際のネイティブコードに落ちると、まあ要するにスタックなんですけども、ネイティブスタックですね、ネイティブスタックなんですけども、ネイティブスタックにもうこれだけの領域をあらかじめ確保しておくんですよね。なので、特にそのヒープからメモリをわざわざ確保しなくてももう目の前にあるので、ただし中身はぐちゃぐちゃですけど、中身はぐちゃぐちゃだけど、目の前にそのメモリは用意されているので、なのでそこへのポインターを取得して、で、中身をゼロで初期化するみたいな、そういう C のコードを出してますね。はい。というところが、クラスになると、ニューオブジェでもいきなりニューオブジェというオプコード自体が内部で、ヒープからメモリを確保して、で、スタックにその、確保した、参照をオブジェクトリファレンスを格納すると。
なんで格納されたオブジェクトリファレンスをここに、格納することで初めてこのホゲスリーが有効になる。それまではあのホゲスリーはヌルですね、要するにヌルになっているので、確保したオブジェクト参照をここへ格納するということで初期化が完了するという形ですね。じゃあこれをどう実現するかなんですけど、バリュータイプの時はイニットオブジェの命令で、このあらかじめもうメモリはあるので、そのポインターを渡して、そこをメムセットでゼロクリアしてましたね。C の場合はそのなんか領域があるというだけでは中身はクリアされなくて、そのさっき言ったようにぐちゃぐちゃのデータが入っている可能性があるんですが、.NET の環境ではこういうふうにイニットオブジェとか呼び出して、構造体を構造体の領域を初期化した場合というのは、そこは全てゼロクリアされているという前提に立ちます。これは構造体やクラスの中にそのやっぱりオブジェクトリファレンスを格納している場合は全部ヌルになっているはずですね。プリミティブニューメリック、プリミティブの、数値型については全部ゼロになっているはずだし、参照については全部ヌルになっているはずという前提があるので、なので、メムセットでゼロクリアする必要があって、イニットオブジェのタイミングでそれをやってました。でじゃあクラスの場合どうなるかというと、まあニューオブジェがですね、全てやってくれるという前提に立ってるんですね。なのでニューオブジェ呼ばれた時に、まあ一つはそのコンストラクター呼び出すとは言ってますけど、その前にまずはメモリを確保しなきゃいけないので、例えばマロクとかでその必要なメモリ量を指定して、でメモリを確保すると。でそこをゼロクリアし、でその上で、ここで指定されたコンストラクターを呼び出して初期化を行うというような手順が必要ですね。でということはですよ、バリュータイプの時にはあえて何もやらなかったんですけど、これってニューオブジェの中からコンストラクターとなるこの実装が呼び出されるんですよ。まあちょっと今言っていきましょうか。クラスタイプテストターゲットのコンストラクターですね。IL で見る場合 .ctor って書くんですけど、これコンストラクターの実装です。でも我々はなんか書かなかったですよね、コンストラクターなんて。これですね、クラスタイプテストターゲットはコンストラクターないです。でもこれはC シャープがコンストラクター、省略するとデフォルトコンストラクターを裏で自動的に生成してくれているので、なので、IL で見るとちゃんとそれが生成されていって、その実装はまあこうなっていると。で中見るとまずロードアーク0して、つまり引数0番目の引数をスタックに積んで、それからコール命令ですね。でコールしている先はどこかというとシステムオブジェクトのコンストラクターですねを呼び出していると。これはどういうことなのかというと、ですね、今やってるのはクラスタイプテストターゲットというクラスがあります。こいつの、継承元としてシステムオブジェクトがあります。つまり、こういう継承関係がありますよね。でそれぞれここに CTOR コンストラクターですね、コンストラクターの実装があるわけですよ、こういう感じで。で今これを入したわけですよね。でそうすると入するときにこのコンストラクターを指定して入してるんですけど、入、クラスタイプテストターゲット、こうかな、こういう感じで、
まあ、こんな式で、入してます。ここが引数なしなので、これはこのコンストラクターを呼び出していますと。で、C シャープのルールとして、クラスのコンストラクターはその規定クラスのコンストラクターを呼ばなければならないことになっています。なのでこいつは実は内部から、こいつを呼び出しているということですね。この関係が、今見ていた IL のこれですね、コールしているあのコンストラクターを。でロードアーク0は何かというと DIS ですね。これ DIS 参照です。で、つまりですね、ニューオブジェするときというのは、たとえその、コンストラクターに引数が何も定義されてなくても、やっぱり一応インスタンスメソッドの一種と捉えられていて、その DIS 参照に相当するものが渡ってくることになってます。ですが我々それをスタックにプッシュした記憶はないですね。ここで new クラスタイプテストターゲットってやってる時に、まあ C シャープコード上はもちろん引数を指定していないし、それから IL 上でも、プッシュしてないですね。これを呼び出しているところ、クラスタイプ、あ、じゃあ、ごめんなさい、これじゃない、クラスタイプテストの、これですね。ここ、まあ、最初はノープなんで関係ないです。そして、いきなりここでニューオブジェしてますね。引数が必要ならこの手前でプッシュしてないといけないけど、何もプッシュしていないけど、でもこのコンストラクターが呼び出された時には何か値がプッシュされている。まあ何かというか、ディス参照に相当するものがプッシュされているということですね。それは、まあつまり、入した時、これですね、入した時に最初にメモリ確保する、アロケートメモリします。これ1って書いておくか。2番目に、ゼロクリアします。そして、3番目にこの確保したメモリですね、これのリファレンスをプッシュするします。そして、コンストラクターを呼び出す。という順序で、ニューオブジェが実行される。こういうことですね。で、晴れてここが呼び出されます。だから、ここでその確保されたメモリへの参照がプッシュされているので、ロードアーグ0でそれを取り出すことができる。ですね。で、その後すぐコールしてますよね。ここでロードアーグ0で取り出したってことは、スタックにディス参照をプッシュしたってことなんですけど、その後コールする。すると、こういう感じ。これもちょっと直しましょうか。こいつは、こういう感じになってる。ここで、ここには実はディスが渡ってきている。で、ロードアーグ0で、そのディスへの参照スタックに積んで、コールすることで、規定のシステムオブジェクトに対して、やっぱりディスの参照が渡って、そして何かコードが実行されると。ちなみに、システムオブジェクトの、コンストラクターどうなってますかね。まじまじと見たことないんで覚えてないですけど。なんだこれ。なんか、いろいろ、これ属性ですね。属性がついて、何もしてないですね。リターン。いきなりリターンですよ。
一応 C シャープに変換してみると、まあ何もないですね。パブリックオブジェクトで何もしてないっていう感じですね。はい。ということは、ここですぐにリターンで戻っていきます。ここからまあなんか続きを実行して多分リターンで戻ります。こう次の処理にこのニューの次の処理に行くみたいなこういう流れですね。こういうような感じで実行されると。はい。なので。まずニューオブジェクトとして、まあ、こういう処理をしなければいけないっていうのが一つ、それから、コンストラクターを処理可能にしなければいけないですね。今は、ゲットメソッドで、リフレクションの、あのタイプに対して、タイプゲットメソッドというメソッド、メソッドを呼び出して、リフレクションで。で、メソッドインフ、あ、メソッドベースかな。メソッドベースの、リスト、まあ、配列ですけど、を、取得してました。これ、なんでメソッドベースだったかって覚えてますかね。メソッドの情報ってメソッドインフォなんですけど、それは、メンバーインフォ、それから、ベース、それから、メソッドインフォ、そしてリフレクションのメソッドベースって実はこういう継承関係にあって、メンバーインフォを継承してメソッドベースがあり、メソッドベースを継承してメソッドインフォとコンストラクターインフォがあるんですね。だからあのコンストラクターって、まあ、今 ILS ファイで見てもらった通り、まあ、メソッドのような顔をしていると、あの値返さないんですけど、で、そのコンストラクターの情報を表すリフレクションの、クラスがコンストラクターインフォになっている。で、メソッドインフォとコンストラクターインフォはまあ兄弟になっていて、で、メソッドベースから継承してるんですね。これどうしてこうなっているかというと、こいつは値を返さない。まあ、ちょっとボイドというにはあれなんですけど、まあ一応ボイド。リターンタイプがボイド相当で定義されてないんですよ。で、メソッドインフォにはリターンタイプっていうプロパティがありましたね。リターンタイプですが、コンストラクトインフォの方にはあのリターンタイプってないんですよ、プロパティが。まあそういうような違いがあって、こう派生しているような感じですね。で、さっき言ったこのゲットメソッドっていうのを呼び出した時に、メソッドベースが返される、メソッドベースの配列が返されるのは、これが返されるんですね。だから返されたインスタンスの中にはひょっとするとそのメソッドインフォではなくコンストラクターインフォが含まれている可能性はあります。で、確かですね、ちょっとうろ覚えなんですけど、ゲットメソッド自体で、コンストラクターあのコンストラクターの情報も同時に取ることができたような気がしていて、あのここにあのバインディングフラグズとしてあのパブリックとか、スタティックとかノンパブリックとかなんかいろいろフラグが指定できるようになってたと思うんですけど、ここにねなんかあのフラグを指定するとコンストラクターの情報も同時に取れたんじゃなかったかな。でも、まあ、ちょっと違うかもしれないです。あの実験で確かめたいですけど、
で、まあ、とにかく、あの、返されるものが、メソッドインポートは限らないので、メソッドベースになっているので、あとはですね、両方同時に取れるんであれば、どちらのインスタンスが取れたのかを逐一判断しながら、処理を継続するみたいに、対処してやれば、まあ、コンストラクターも変換の対象にすることが、まずできるってことがポイントですね。で、あと、そうですね、まあそういうふうにすれば、この、ここら辺の実装、ここら辺から、取得される IL、あのコンストラクターの IL を変換できます。そして、この .ctor っていう、そのコンストラクターのメソッド名ですね。これ、あの、例によってマングリングしないと、これではダメなので、なんか法則を考える必要がある。そのマングリングされたものとして。で、まあ、例えば、どうするかな、そのメソッド名としてアンダースコア CTOR とか、まあ、あるいは、まあ、アンダースコア CTOR にすると、なんだっけ、小文字で CTOR っていうメソッドとかぶってしまうんで、ちょっとまあ嫌なんですけど、あんまりあの C の方にそのシンボル名の自由度がないので、あのシンボル名として使える文字の自由度がないので、結局、なんだ、アルファベットと、数字とアンダースコアぐらいしか安全に使えるものがないので、ちょっと難しいんですけど、まあ、アンダースコア CTOR とか、アンダースコアアンダースコア CTOR とか、アンダースコアアンダースコアコンストラクターのフルスペルで書くとか、まあなんかそういう風にするしかないですね。で、そのコンストラクターの実装は、こう、きっとインスタンスが渡されてくるか、まああるいはそのコンストラクターの中でインスタンスの生成は、まあ、難しいかな。なんか、あの、ベースのコンストラクターを呼び出すような、あの、こう、つながりを、あの、再起ではないですけど、あの呼び出しがこうネストするようにしなきゃいけないんで、やっぱり、これの呼び出し元、ニューオブジェの解釈のところで、こう、インラインとして、そこにあの直接そのメモリをあの確保して、ゼロクリアしてみたいなものも全部インラインで展開するような形で、ソースコードを出力しといて、そのポインターを第一引数として、そのコンストラクターの関数の先頭に渡してやる。まあ、もしオプションでコンストラクターに引数があるんだったら、まあ、その後ろですね、2番目以降にそれらが指定されるみたいな感じで渡してやれば、一応内部の IL とも辻褄が合いますよね。何しろあのインデックス0はあのディス参照が当たるということになってるんで、まあ、そのディスポインターというか、まあ、それが1番目に渡ると考えれば、あ、0番目に渡ると考えれば、まあ、あの追加の引数のそのズレも全部このロードアグ命令のインデックスとしてついづまイコールでついづまが合うようになりますね。ということで、まあそんな感じにやる、もう一度言うと、ポイントとしてはまずコンストラクタを、IL 変換、IL から C への変換ができるようにする。それから、ニューオブジェを実装する。問題は、終わりですね、問題。終わりですよ。さっき、バリュータイプのテストコードを、まあ、クラスを使うように書き換えたんですけど、そのおかげで、このクラスタイプテストターゲットを入している、このテストコードですね。これはアセンブリーに含まれています。モジュールに含まれています。そしてその今、呼び出しの対象となるコンストラクターが含まれるこのクラスタイプテストターゲットの実装も、同じアセンブリー、同じモジュール内に含まれています。ですが、システムオブジェクトの実装はないんですよね、そこには。どこにあるかというと、これって MS コアリブの中にあるんですよ。こいつは実は MS、 実はでもないですけど、コアリブアセンブリの中にあります。で、この2つはこれ と、このテストコードが、含まれるこいつらは、テストのアセンブリ
ごめんなさい。あ、ちょっとなんか一応 IL っぽく書きますかね。書く格好でこんな感じで。IL2C テストターゲットというアセンブリというかモジュールというか、そこの中に入ってるんですよね。ちょっと横が切れてるかな。なんか前回向こうに苦しかったんで、今回なんかちょっとこっちの方に寄せたら今度こっちの方が苦しいですね。またちょっと手抜きでずらし、カメラをずらして見るようにします。はい、こんな感じで、この2つはこの、アセンブリというかこのモジュールに定義されている、システムオブジェクトは MS コアリムに定義されている。でも今あの IL2CMZ で変換しようとするときってこのアセンブリを指定してるんですね。だからこれとこれのそれぞれの実装は変換の対象になるけど、でもシステムオブジェクトは変換の対象にならないですよね。あ、なんかまたあんまりまだ今踏み込みたくない ALM にちょっと踏み込まなきゃいけない感じがするんですが、じゃあ これどっから来るのと、ちょっと正確に書いてみますかね。というのは、もしこれが変換 IL2C で変換された場合、どういうシンボル名になるかって話なんですけど、システムアンダースコアオブジェクトとアンダースコア、まあ例えば CTOR コンストラクターなんで CTOR、括弧、長いなこれ、システムアンダースコアオブジェクトとアスタなんですかね、まあ P、 まあ適当に、ちょっと名前は適当ですけど引数名は適当、こういう感じですかね。でここは多分リターン、このシステムオブジェクトのコンストラクターをあの IL2C にかけた暁にはこういうふうに変換されると思います。あ、戻り、あ、これはボイドでいいかな。戻り値の方はボイドですね、何も返さない、こんな感じになる。でこの関数が一体どこに定義されるのかですよね。今言ったように IL2C をMS コアリブに対してかければこれが出てくる可能性はあるというか、まあ出なきゃおかしいですね、出ますなんですが、これ非常に問題があって、なぜかというと MS コアリブには他にも山のようにあのクラスとか構造体とかあの我々がまだあの取り組んでないさまざまな型とそれからさまざまなメソッドの実装がここに山のように含まれています。もちろん今 IL2C は、実装が中途半端な状態にあるので、そもそもその MS コアリブにかけることが MS コアリブを変換にかけることはできないです。じゃあ IL2C が完成したからといって MS コアリブを直接変換かけてしまうとですね、まあ、多分ねいろいろ問題があるような気がするんですよね。なぜかというと、ここの中に含まれている方ってもう本当になんか基本的なものがだけがあのだけではないですけど、まあいろいろ含まれてますよね。その中にはあの .NET フレームワークの、ネイティブライブラリと結合されることを前提にしているコードが含まれてるんですよ。もつというとこいつの中自身もプラットフォームインボークとかとか、まあ、まだあんまり言ってないですけど、インターナルコールと呼ばれているものですね。コールと呼ばれているあの本当に内部的に宣言されて内部でしか使わない、ネイティブコードと直接リンクできるそういうあのメソッドの定義ができるんですけど、こういうもので、多分あの聞いたことあるかあのかもしれないですけど MSコア EE DLL とかこの辺のネイティブコードを呼び出したりしてると思うんですよ。
で、IL2C がまず IL2C が完璧に動作したとします。で、AMS コアリブを IL2C に適用して全部 C のソースコードを出力したとすると、おそらくそこの中にはプラットフォームインボークとかインターナルコール経由で MS コア EEDLL の内のネイティブコードの呼び出しもちゃんと正しく変換するような気がするんですよ。でもそれ全然嬉しくないですよね。それを Windows 環境で動かすならまあひょっとしたら動くかもしれないですね。そこまで完璧に動けば。だけど実際に我々これを例えば極端なことを言うと Arduino の上で動かしたりとかしようとしてるわけです。そうすると Arduino の上に MS Core EEDLL とかあるいはそれに相当するライブラリとかもちろんないので、いくらこれを変換して正しくこいつをこうバイパスする呼び出しコードが生成されても全然ダメですよね。リンクできないというようなことがあるので、その MS コアリブを直接 IL2C で全て変換するというアイデアは多分ダメなんですよ。で、じゃあどうするのかというと、特にその危ないっていうと語弊がありますけど、その内部呼び出しに通じているような、なんかそういうような実装の部分は、MS コアリブの実装を借りることはまあちょっと無理だと思います。まあ例を挙げるなら、そうですね、なんだろうな、いつもいや例に出すんですけど、システム URI とかですね、この辺の方はもしかするとそうこういう内部 のネイティブ呼び出しに依存してないかもしれないですね。こういう方はそれだったら変換可能だと思います。そこのね、区別をどうつけるかとかいう問題は、要するに自動的にこいつは含めてもいい、こいつは変換できないみたいなことを、抽出できるかどうかっていうのもちょっと難しいポイントではあるんですが、まあ、ちょっとね、それはもっと先でやらなきゃいけないことかなと思ってて、今それやり始めると大変なので、少なくとも、話を、そういう理由でこれをそのまま変換するというアイデアは多分ダメで、じゃあ、話をガーッと戻してきて、これを一体どうするか、システムオブジェクトのコンストラクターをどうすべきかという話になるんですが、ここで一番とりあえず動かそうっていう目的的に対して一番なんか早くできそうなものは、まあ手でこれ書くってことですね。C 側のコードとしてもう手でとりあえずこうもうがっつりハードコーディングでガッてこうやって書いちゃって、小さいんでね書いて、で結合すればシグネチャとか合ってればできるはずですよね、このままで。今想定してるのはこんな感じですけど、このコンストラクターのマングリングルールさえ決めればここの部分ですね、 CTOR とか、まあ、アンダースコアコンストラクターでもいいですし、アンダースコア2つつなげるでも何でもいいんですけど、まあ、決めてその通りに手動でこうやって宣言してやれば、今現状 IL2C はその指定されたアセンブリしか変換しないので、これがないシステムオブジェクトのコンストラクターの実装がない状態で C のソースコードが出力される。なので、あとはこっち側から C の関数としてこれを用意してやれば、まあ、全てつじつまが合うというかちゃんと結合できるっていう話になりますよね。だからまあ多分最初にやるのは、まあ、そういう方法でちゃんとここら辺の呼び出しが全て結合されるようにしてやれば結果的に動くんじゃないかなという気がします。で、これを今言った問題をどうするかは、当面なんかこういうふうにシステムオブジェクトについてはもうこのままこういう、ネイティブコードを、自前でその C 側で用意するってことで当分逃げておいてですね、さっき言ったようにこれ ALM が絡むんで、要するにどうやってこういう外部参照となるアセンブリを解決するかっていう部分はそのALM に絡むのでちょっと話がでかすぎるので、もうちょっと後で考えたいというふうに思ってます。それまではまあこんな感じで定義し、まあ他にも多分やっていくといくつか必要なんですけど、そのためにまあ一応手で
こう定義して逃げられるようなテストの方法で、テストの方法を考えて、で実際に手動で用意してですね、で実装していくという方針にしたいと思います。こんなところですかね。まあこれでも結構はいですね、内容のボリュームとしては大きいかな。まあ今回はちょっとここまでにしておいて、次回からまあニューオブジェ、まあ次回1回でニューオブジェかな。でそれからこの辺のコンストラクトの対応、まあもし1回でできれば両方ともやって実際に動かすとこまでやりたいなって感じですけど、ちょっと2回に分けないとダメかもしれないですね。そうすることでまずはオブジェクト参照がどのように実装されるのかっていうのが、どのようにもへったくれもこの方法でやると結局はまあオブジェクト参照イコールなんだっけ、マネージ参照とほぼ一緒で、要するに C に落ちるとポインターになるよっていうだけのことなんですけど、まずはそのレベルで実現可能にすることで、オブジェクト参照の実現方法の見通しが立ちます。それからこれですね、継承関係が結ばれている場合のその初期化の手順ですね、コンストラクターがネスとして呼ばれるはずだというところが担保されるっていうところがまあ明らかになるのかなというふうに思います。はい、ということで、次回はまたこの辺からやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。